はい、流れておりますこの曲、 XJAPAN のラスティーネイルという曲が流れておりますが、はい、高梨の友和さんからいただいた時に、坪井さんやってくれました、 XJAPAN がおとといニューヨークのという、おとといと書いてありますが13日にいただいたんで、はい、先おとといというのね、はい、というのニューヨークのコンサートの聖地マジソンスクエアガーデンでコンサートを開催しました。当日は熱狂的なファン1万5000人が集まって彼らの歌に酔いしれました。ヨシキは感激のあまり都市を背負ったり観客席にダイビングしたりの例によって思いついたままのアクションが例によって思いついたままなんですよ。それにしてもアメリカのミュージック界で、XJAPAN の知名度はどれくらいなんでしょうかね。日本中の坪井さんと同じくらいですかと言ったら大したことないかもしれない。そんなこと言ったら大したことない。そう言ったったらあかんよね。もっとすごいよ。もっとすごい。ねえ。ということでありまして、いつまでも人気がありますね。はい。はい、うちの息子がだいたい30以上、30前後。ねえ。はい。あのあたりの年代のドンピシャリの。はい、まあ、10代20代の時に夢中になったというか、はい、うん、XJAPAN ってポスターを貼ったるもん。そうそう、なんか ね熱心なファンが多かった、はい、ね、で解散してもこういう風にね、はい、なんかすごいで、だからこれは1万5000人はもうこれは何内容といいますか、その観客席を見ればアメリカでのあれが分かるんでしょうね、うん、日系の人とか日本人がわーっとツアーで行ったのか、まあ、多少、ね、日本から行っている人たちもいるでしょうけれども、うん、やっぱり地元のファンの人たちだけでもすごい数だということですから、ね、はい、そうかすとも日本でやったらもっとすごいってことでしょ。別にその XJAPAN なんか知らんという人も聞いてても心地よいでしょうね、アメリカの人もなんかこのぐらいの ね、やつやったらね、はい、というようなことですが、まあ、いつまでたっても人気がある小泉さんが好きやったですもんね、XJAPAN、あ、はいはい、あの元総理大臣小泉さん、はいはいはい、ああいうのは時々ああいう人たちがあっというようなこともあり、非常に長く人気があってということですが、はい、しかし私いつもよく分からへんのは、あのグループがあって解散して、うん、解散して例えば海バンドなんかが解散しても、はい、生き残るのは海君やないですか、生き残るというか他のメンバーどうなってるのかなと思うけど、まあ、露出が多いのは、はいはい、あのソロでこう活動された場合に内山田博士とクールファイブが例えば解散してもだいたい前川、うん、清さんは、まあ、ああ歌ってますね、まあ、一応ボーカルの人が他の人はどうしてるのかなという場合が多いじゃないですか、まあ、ボーカルの人が一番目立ちますから、ね、まあ、僕は不勉強なだけで今言ってますよ、でも大体ああこの人はあの解散しても頑張ってるとかあるんですけども、うんうん、はい、XJAPAN はなんでですね、YOSHIKI、うん、ばっかりがずっと解散してから、うん、あのぐーっと目立ってんのやろうというのは疑問でしょうがないです。ドラムとかそっちの、はい、トシが歌ってるんでしょ、はい、トシが歌ってるわけでしょ、トシさんはトシさんでちょっといろんな紆余曲折もありましたからね、紆余曲折がありすぎるけども、はい、なんかねここだけはなんかすっごい例外でね、はい、どうしてヨシキがね、もちろんヨシキは魅力がある人だからいいですよ、別にヨシキを悪いってるわけじゃないんですけども、普通のバンドの解散の法則からして、はい、なんでヨシキはあれだけガーッと輝いててですね、はい、あの他みんな輝かへんかったんやろうと、輝いてましたけど、ヨシキほど輝いてなかったんやろうと、前川清のようになんでならへんかったんやろう、まあ、それを言うなら小室哲哉さんだってそうじゃないですか、うん、ボーカルじゃないけど輝いてたわけでしょ、はい、まあでもあの人はまあ大体全体プロデュースしたり他に曲書いたりというようなことでね、はい、うん、ヨシキさんもそういうことをいろいろやってたんじゃないですか、まあ、でもねヨシトシがですね、うん、トシが歌ってるわけですから、はい、XJAPAN の歌聞きたい、クールファイブの歌聞きたいって言ったら前川清いたらええやないですか。ね、カイバンドが解散しても、カイ君がいたらいいやないですか。そこで。歌大きく言うことで、はいはいはい。でもほら、トシさんいろんな紆余曲折がありました。その紆余曲折が。この間なんかまたそれに関してちゃんとね、発言もされてたみたいですけど。前もね、あ、言いませんでしたけど、うん、今から数年前なんかあの、あっちの対馬とかね、あの、天郡のあっちの方でやった時なんか小さいライブでやってましたよ。うん、で、そんなにも前にならなくて、はい、なんかやってたいう、あの、リスナーさんからの報告受けたことありますもん。あの、XJAPAN のその、メインボーカルの人が、こういう小さいとこでやって、ええー、というような感じがありましたけどもね。紆余曲折があったから。あった、あった。
まあでもそれかね、はい、はい、というようなことやら、なんかちょっと疑問な XJAPAN ですけども、うちの息子は大不安で、やっぱり今こういうこともちゃんとあるということは、はい、うん、まああの年もそういう意味では頑張って今ガーッと輝き始めたぞ、はい、ということは嬉しいことでございます。よいしょ。